バター。バターとは、牛乳から分離したクリームを練って固めた食品である。漢字名は、牛楽という。バターは、牛乳から分離したクリームを凝固させた、練るなどして固めた食品である。乳製品の一種。常温ではわずかに黄色味を帯びた白色の個体。主成分は、脂肪、乳脂肪である。ビタミン A をはじめ各種ビタミンや、 栄養素を豊富に含んでいる。1 0 0ムのバターを得るために、原料乳は約4.8リットル必要とされる。和講義には、何らかの乳を原料とし、クリームを得て、乳中の脂肪分を凝固させたものを広く指している。だが、バターという語話を元としており、牛のチーズを意味するを由来としている。また漢語では牛楽である。このような表記が行われることからも明らかなように、 バターは牛の乳汁、つまり牛乳を原料とするのが一般的である。なお、牛以外の乳汁を原料としたバターが作られる場合もあるものの、本校では以降、特に断りがない限り、牛乳を原料としたバターについて記述する。日本では近年、低脂肪乳が好まれるようになり、副産物の乳脂肪は生産過剰気味と言われていたが、 2007年末から、しばらくの間、乳牛の生産調整などの悪条件が重なり、バター不足が発生した。詳細についてはバター不足を参照のこと。原料乳を乳酸発酵させてから作る、発酵バター、発酵クリームバターと、発酵させずそのまま作る、無発酵バター、スイートクリームバターとがあり、それぞれに食塩を添加した、有塩バターと添加しない、 食塩不使用バターがあり、都合4種類に分かれる。食塩不使用バターは、かつて、無塩バターと称していたが、無塩で製造しても生乳に由来する塩分が微量、含まれることから、厚生労働省の栄養表示基準により、食品の正規表示が求められ、無塩という言葉が使えなくなった。日本で市販されているバターは、無発酵、有塩、または、無発酵、 食塩不使用が多く、発酵バターはほとんど流通していない。なお家庭でも蒸気の方法で市販の動物生成クリームから作ることも可能だが、市販品に比べて割高となる。摂氏10度以下での保存が望ましいとされる。冷凍庫に入れておくと長持ちする。レストランなどではバターディッシュやバタークーラーなどの容器に入れてテーブルに供されることもある。 容器に入れた生乳が偶然揺れただけでもバターはできる。ため、期限は不明。少なくとも、メソポタミア文明の時代、起源前後世紀頃には存在していた。聖書や、マハーバーラタ、父油としてにも記述が存在するのでその時代には存在していたとされる。バターが作られ出した当初は、革製の袋に生乳を入れて、木に吊るし、それを棒で打って揺すって作っていたとみられる。 その後バターは、ケルト、バイキング、ベドウィンといった牧畜の盛んな諸民族へと伝わっていった。バターは古代ギリシア時代に、スキタイから地中海世界に渡り、ブトルム、ビュートリームから、牛のチーズマイナスと呼ばれた。野蛮人の食べ物と見られたこと、オリーブオイルが普及していたこと、チーズと違い保存性がないことなどから、髪や体に塗る薬、化粧品、潤滑油として、 ごく一部で使われていた。南ヨーロッパでは中世になってもバターはほとんど知られておらず、イタリアの料理書にバターが登場するのは15世紀になってからのことである。ピレネーアルクスイ北のバイキングとノルマン人の征服を受けた地域からバターは定着し始め、14世紀にかけてオランダ、スイスへと広がったが、 ノルマン系ではない貴族にとっては野蛮人の食べ物という見方は変わらず貧しいものの食べ物とみなされていた。フランスで本格的に食用として利用され出すとようやく貴族もバターを食べ始めた。歴史学者のジャンルイ・リフランドランは14世紀から17世紀のヨーロッパにおけるバターオイル圏を確定しているが現在でもヨーロッパではオリーブオイルが主流の地域とバターが 種の地域がはっきりと分かれている。基本的にバターを保存しやすい寒冷な土地でバターが普及していると見てもいい。それゆえ、スカンジナビアでは少なくとも12世紀頃にバターの輸出がしまった。12世紀に3イコールドニの失災により、四巡節の期間中にバターを食べることが肉たちの菌を犯すかどうか初めて問題提起された。その後、 14世紀になって正式に罪になると決められた。すでにバターに慣れ親しんでいた地域の貴族や富裕層は金欲日にバターを食べる食友情を取り付け、そのための寄進でカトリック教会は大いに潤った。ジャンルイ・フランドランは16世紀の宗教改革とバターオイル文化圏の地図上の関連について指摘している。また、バターは ランプの油の代用ともされた。ルーアンにあるルーアン大聖堂のバターの塔は16世紀の始純説に実際にランプの油にバターを使っていたことからこう名付けられたとされ。日本では江戸時代に徳川吉宗が明治時代にはエドウィン・ダンがバターを試作している。江戸時代にはごくわずかではあるが生産されており、オランダ語に由来するボートロあるいは 白牛楽という名称で呼ばれ、購入者は削って食べたり湯に溶かして飲んだ。本格的にバターが日本に広まったのは、明治維新の後、明治政府が外国人相手に乳製品を供給するため、酪農の普及を指示してからである。19世紀末、戦争の混乱でバターの価格が高騰し、 ナポレオン三世の命令でバターの安価な代用品として作られたのがマーガリンである。調味料のほか、パンなどのスプレッド、ソースの材料、ソテーの焼き油や炒め油など幅広く使われる。特に小麦粉との相性が極めて良い。小麦粉を主原料とした食品、料理であればほぼ何にでも合うが有塩と食塩不使用で用途が異なることもある。 食塩不使用バターは洋菓子によく使われる。トーストやホットケーキなどに使うものは有塩のものが多いが塩分を控えている人などや海外の例では食塩不使用のものを使う場合もある。その他様々な食材や香辛料などを加えたバターもある。例えばバターの中にレーズンを入れたレーズンバターもある。クラッカーの上などにその塊を乗せて食べる場合などに 利用さる。パセリバター、レモンバター、ニンニクバターなどもあり、オードブルの他に、ステーキやカレーライスなどに添えられる。ラードの代わりとして、ラーメンに使われることもある。香港や台湾のラードご飯のように、米飯にバターと醤油をまぶして食べる人もいる。バターご飯。アメリカではバターを衣で包んで揚げた揚げバターと呼ばれるスナック菓子も作られている。 記述の通り、歴史的には、ランプの燃料として使用された例もある。また、チベット仏教の寺院では、ろうそくではなく、バターランプが使われる。バターに、砂糖、さらに卵白あるいは卵黄を練り合わせ、空気を入れて攪拌させて、クリーム状にしたものは、バタークリーム、バタークリームと呼ばれ、ケーキのアイシング、糖衣や詰め物に使わる。冷蔵。 冷凍設備が普及し、生クリームでデコレーションすることが容易になるまでは、バタークリームを使うことが多かった。ただし、純正のバターではなく、マーガリンやショートニングを使用して、クリームに加工したものもあった。マーガリンは、植物油など、他の材料から作られ、バターの安価な代替品として使われる場合がある。マーガリンは、冷蔵庫内などの低温下においても硬くならない。 性質があり、使用しやすい面がある。しかし、風味の点でマーガリンはバターに及ばない。多くのマーガリンには香料が使用されており、加熱すると風味が飛んでしまうが、バターはかえって風味が増す。また、マーガリンには、トランス脂肪酸が8%程度含まれているため、体に悪い。工語ではマーガリンを指して、バターと呼ぶこともあるがご用である。 ピーナッツバターのように用途や外観は似ているがバターを含まない食品やバターピーナッツなど実際にはパーム油などが使われるがバターに似た風味を持たせた食品に名前が使われることもある。マーガリン等と区別するため本来のバターを本バターと呼称することもある。その他の類似のものとして ジアセチルという食品用香料もあり、バター風味のポップコーンなどに多く用いられている。インド433万トン、EU 圏206万トン、アメリカ82万トン、ニュージーランド47万トン、日本6.3万トン。2011年。インドではヒンドゥー教の教義によって牛肉の食用が制限されているため、菜食主義者が多い。 彼らは足りない栄養を主に摂取をせずに得られる牛乳やバターで補う。日本では2007年末からバターの原材料である生乳、酪農家が牛から絞る土生産量の減少によりバター不足が業界各メーカーで発生している。これは以前の牛乳余剰を原因とする2006年度からの生産調整で土牛が削減されているのに加え国内の猛暑や 輸入元のオーストラリアやヨーロッパの干ばつにより生産が減少したためである。各メーカーでは出荷数量の制限や価格の改定を実施している。小売店においても特売の減少や一人当たりの購入数量の制限、在庫切れによる販売中止など一般消費者にも影響が生じている。またバターを使用したケーキ類の値上げなどの影響も出た。 これらのバター不足に対して、当時農林水産大臣だった若林正都氏は、乳業メーカーに対し、バターの増産を要請した。また、農畜産業振興機構は、業務用の冷凍バターの輸入を前倒しして実施し、追加輸入を行う等の対策を行った、バターは日本では、関税割り当て制指定物品。これらの対策の結果、 少し時間はかかったもののバター不足は収まった。その後も年によってはバター不足が散発的に発生し、その都度緊急輸入が行われた。2016年も深刻なバター不足に陥ったため、農林水産省は2017年度のバター、輸入量を全年度比、約2倍の1万3000トンに設定している。ノルウェーやフィンランド等の北欧諸国では2011年秋から、 バターの供給不足による価格高騰が発生した。これは北欧諸国で昨今の健康志向で油脂類の摂取を控えるようになってバターの消費量を落ち込んだ上この年の夏の長雨が原因で生乳の生産量が落ち込んでバターの供給量が減ったところに今度は炭水化物抜きダイエットアトキンスダイエットの流行が冬場のクリスマスシーズン北欧ではクリスマスに 大量の焼き菓子を作る風習があるのと、高カロリーの食事をとらないと、冬の寒さをしのげないを直撃したためである。これらの国では、乳製品市場が特定企業による河川状態なのと、バターの輸入にかかる関税の高さもあって、品薄状態が解消される目処が立たず、バターを密輸しようとして拘束されるものも出た。西洋では、生活の象徴として、 バターという言葉が用いられることがある。大砲かバターかという言葉は、軍事、大砲か生活、バターのどちらを優先するか、という意味で用いられる。バターは、神聖な、魔術的な食料とみなされていた。民話の赤ずきんが、お見舞いに、バターの壺を持っていくように、ブルターニュではバターに病気を吸い取る力があるとされ、患者のベッドの傍らにバターを置いた。 そして患者が亡くなるとバターも土に埋める風習があった。リグベーダでは家中にバターを焚き神に祈ったとある。参拝した薬のバターから作るチベットのバター茶も神聖な飲み物として飲まれる。また脂肪分の多いものの象徴ともなっており、例えばペッカンは脂肪分の多いナッツが取れることからバターの木と比喩される。他にもアボカドは果肉に脂肪分が 約16%も含まれているのが特徴だが、これほど果肉に脂肪が豊富なことは、いわゆる果物の範疇に入るものとしては珍しい。このために、バターフルーツとも森のバターとも比喩される。日本では、バターが西洋風の象徴として扱われ、西洋のものや西洋かぶれに対して、バタ臭いと形容することがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。